三段目六十九枚目、雷道、雷、と、三段目六十九枚目、清の花、出羽の海、の一番では、呼び出しの大将、行事を務めた四季森みゆ助から、雷道、イカズチ道、と名前が呼び上げられると、視聴者が、雷道、かっこいい、などと反応。さらに鍛えられた体が映されると、雷いい体やなぁ、と声が寄せられる一幕があった。 映像、18歳力士の打点が高い四股埼玉、草加市出身で、元小結び、柿添えの雷親方が自らスカウトしたというライド身長183センチ、体重95.7キロと細身の体型だが、柔道のバックボーンを持つ、角界期待の18歳だ。つま先が顔の位置を優に超える綺麗な四股を踏んだライドだったが、取り組みでは真の鼻の圧に押され、 じりじりと交代し、寄り倒され、黒星スタートとなった。初戦こそ敗れたが、身体能力の高さは定評があり、2場所連続で勝ち越している。キャッチーで力強いしこナも手伝って、今場所、どこまで世間からの注目を集められるか、期待がかかる。他にもネット上には、いい名前だね、ライドをかっこいいよな、土俵際で逆転の投げに行ったが惜しかったね。 などの反響が寄せられていた。